今日は生き方の正しい選び方について話していきます。これからどういうふうに生きていけばいいのか。誰でも生き方がわからなくなるとき、迷うときがあります。自分の生き方は間違っているのではないか。このままでは後悔するのではないかと不安でいっぱいになることもあります。仏教には、なぜ生き方に迷うのか、生き方選びの原則がシンプルに教えられています。なぜ人は生き方を迷うのでしょうか。それは、生き方ばかり考えているからです。生き方だけ考えていて、正しい生き方が決まることはありません。なぜかというと、生き方というのは、どう生きるかという生きる手段だからです。手段は目的を果たすためのものですから、目的がわからないと手段は決まりません。目的あっての手段です。生きる目的があって、それを果たすためにどう生きるかというのが生きる手段であり、生き方です。生きる目的を知らずに、どれだけ生き方を考えても、わかるはずがないのです。生きることを歩くことや走ることに例えると、生き方というのは歩き方や走り方にあたります。歩き方や走り方にはいろいろあります。では、どんな歩き方や走り方が正しいのでしょうか。それは、どこへ行くのかという目的地によって変わります。なぜなら、歩き方や走り方は手段だからです。歩く目的地がわからずに、歩き方だけ努力しても、最後は歩き倒れになるだけです。走る目的地がわからずに、走り方だけ努力しても、最後は走り倒れになるだけです。生きる目的がわからずに、生き方を工夫してみても、あっという間に人生は終わって、後悔の人生になってしまいます。何のために生まれてきたのか、何のために生きているのか、なぜどんなに苦しくとも生きねばならないのか、という生きる目的がもっと大切なのです。ですが、その生きる目的を誤解している人もいます。生きる目的は何ですかと聞くと、政治や経済、科学や医学の進歩だと思っている人がいます。ところが、政治も経済も科学も医学も生き方であり、どう生きるかという生きる手段です。わかりやすいのは医学です。医学は、どうすれば元気に、1秒でも長く生きられるかということですから、やはりどう生きるかという生きる手段です。飛行機に例えると、どうすれば快適に少しでも遠くへ飛べるかということです。もし目的地の飛行場なしに、快適に遠くへ飛ぶことばかり追求していたらどうでしょうか。最後は墜落の悲劇あるのみです。同じように、政治も経済も科学も、どうすれば仲良く豊かに便利に長く生きられるかという生きる手段です。天才科学者アインシュタインはこのように言っています。手段は完全になったというのに、肝心の目的がよくわからなくなったというのが、この時代の特徴と言えるでしょう。どれだけ科学が進歩しても、心からの安心も満足もないのはそのためです。同じように、お金や財産、地位や名誉などを生きる目的だと思っている人がいますが、それらも皆生きる手段です。それ自体、どれだけあっても、これで満足したということはありません。人間に生まれてきたのは、これ一つのためであった、という本当の生きる目的ではないのです。なぜ人が羨むような生き方をしても、幸せになれず、心からの安心も満足もないのでしょうか。仏教ではこのように教えられています。神経を知らざるによりて、如来光大の音読を明出す。最初の神経ですが、神とは生きる目的、ケとは生き方や生きる手段のことです。知らざるによりてとは区別がつかないからということです。次の如来光大の音読とは人間に生まれてよかったという喜びです。喜びといっても欲望を満たす喜びとは違います。人間に生まれてよかったという生命の感義です。その生命の感義が起きず、つまらない人生なのは、生きる手段を生きる目的のように思い、本当の生きる目的と生きる手段の区別がつかないからだ、と仏教では教えられています。逆に、本当の生きる目的がわかれば、それに応じて生き方を選んでいくことができます。まず、生きる目的を知ることが生き方選びの原則です。では、本当の生きる目的は何かということは、仏教の真髄ですので、詳しく知りたい方は、ビデオの下の URL をご覧ください。